王子製紙苫小牧工場は北海道苫小牧市にある王子製紙の工場。1910年の創業以来、王子製紙の中核工場としてパルプから紙まで一貫生産体制を行っている。王子製紙では唯一苫小牧工場のみが新聞用紙の生産を続けており、日本国内需要の約25%を供給している。また単一工場としては、 世界最大規模の新聞用紙生産工場になっている。工場内の複数の施設が、間小牧市の生死関連遺産として、経済産業省の近代化産業遺産、工場の塀に広がる植物が、王子生戸間小牧工場の塀の花として、未来に残したい、日本の花風景、池の棒花商用百選に選定されている。王子生死は1873年設立の、 少子会社に始まり、1876年に、商号を、製紙会社と変更を、1893年に創業地の名を冠し王子製紙と改称した。苫小牧工場建設の背景は、日露戦争後に急増した、新聞需要と経営が悪化した会社の命運をかけた、生き残り策であった。苫小牧を建設地に選んだのは、四国子が、 背後にあるため水力発電に必要な水量が豊富にあること、原材料の入手に不自由しないこと、広大な用地を安価で購入できることなどが理由であった。1908年から関連工事が始まり、千歳川水系で6カ所、尻別川水系で2カ所の水力発電所を建設し、工場の建築資材や原木を運ぶ軽便鉄道を運用して人や物を輸送した。 1910年の苫小牧工場創業は会社の生産量を跳ね上げ日本国内のシェアを伸ばした。また工場の創業は苫小牧の発展にも大きく影響を及ぼしている。福祉構成施設の設置目的は労働の再生産であるが社員確保の側面もあった。工場建設時から迎賓館や仮事務所に病院を開設し1910年の 工場創業時には職員に対して、寮、配給所、共同浴場といった日常的な施設を整備した。一方、職工に対しては、運動会や演劇などのソフト面で賄われ、ハード面の整備が遅れた。1915年には、娯楽施設の王子娯楽場が会場している。昭和になると野球場や武道場といった体育施設を設置しており、 1937年には大規模なスケートリンクを整備した。1956年に屋内体育施設の王子スポーツセンターが完成したが、施設の老朽化によって2012年に閉鎖した。1968年会館のナルシ会館はナルシクラブの流れを引き継いでおり、約100人収容のホールや宿泊施設があった。 これら施設の多くが一定期間を経て一般利用することができたため、苫小牧の地域経済にも寄与した。関連施設級迎賓館クラブ活動グループ会社注釈出店。ありがとうございます。